久保さん、今回給料の給にしましょうか。あの、給料って僕は思うんですけど、会社からもらう給料って多分ね、金を稼いでるように見えて稼いでないっていう。まあ僕は今一人でこうやって思うのが特にそう思いますね。会社の給料っていうのは稼いでるようで、なんだろうな、言葉汚く言うならば、おだ、おだちんですね。<laughs> おだち。<laughs> まあ、あなたがちょっと生きられるようにおだちにあげるわよ、みたいな。まあ結局ね、その会社に就職する、その会社を自分で作ったわけでもなく、人の会社じゃないですか。だから結局まあ、まあね、言い方悪い、悪いと使われるだけじゃないですか。うん。いや、そんなことはないですっていう会社にもし勤めてるんであるならば、それはね、いい会社だと思いますよ。 でもほとんどが実際のところは使われてるっていうね、話じゃないですか。うん。だからまあ、僕はもう、今の時代は昔はその、給料をもらうという生き方しかできなかったけど、昔はでしょ。 まあでも昔からもまあ起業っていうのはできたんですけど、その昔に比べると自分で稼ぐ起業するっていうのが、本当にね、た、例えばその会社のその法律も変わって、昔は有限会社300万、株式会社が1000万みたいな、資本金が300、1000ないとできないみたいな方だったけども、その方が変わって1円でも起業できるとかね、あとネットができてネットで稼げるようになってっていう話で、昔と今本当に全然か変わったんで、 僕は今の時代は一人で稼ぐっていう時代,の時代に突入したと思いますし給料をもらうっていう,うことから卒業するっていうのが結構大事なんじゃないかなっていうかまあ自分の人生を生きたいんだったんですよ。多分その生まれた意味ってまあ、まあんま人生の意味とか生まれた意味もあんまないかもしれないですけどまあ生まれたんだから自分の人生を歩むっていうのは自分でなんだろうな。 うんまあ昔で言うならばね、もう本当に昔の、その、獲物を買ってたとするじゃないですか。魚を取ってきたりとか、獲物を買って食ってた時代まで遡るとしますよ。多分その時代って、例えば自分の身内ですよね。自分が飯を食う分とか、自分の家族の分を買ってくるっていうのをやってたと思うんですよ。もちろんその仲間でやってるんだったら、その仲間内で回すとかもあったかもしれないですけども、例えばじゃあ、 会社のね、1万人規模、2万人規模、何万人規模で働いていて、まあ、ん、何のために買っていくのか、みたいなね。だから、その、なんだろうな。じゃあ、その、例えば、牛をね、牛を10匹買ってきましたと。で、会社に9匹納品するみたいなね。で、1匹だけ自分の取り分みたいな。まあ、パまあ、その割合はその会社によって変わると思いますけども、 例えばその営業職とかもそうですよね。例えば、あの、不動産でおおおオクションっていうマンションを売ったとしても、まあ取り分そんな少ないですよね。まあもちろんそのね、自分で作ったわけじゃないし、そのマンションね、作ったわけじゃないんであれなんですけども、まあ売ってる額は大きいけれども、身売りが少ないわけじゃないですか。うん。で、結局その売る営業マンを使わ、使って売らせて売ってこいみたいな感じですよね。 まあ僕も営業職やってましたけど、とりあえず売ってこいと。もう,う、う、あの、売ってこなかったらボロクソ言われるんで。そう。<laughs> まあそれが営業ですからね。営業職っていう。営業を取れなかったら営業じゃないですからね。まあしょうがないんですけど。まあ自分でやっぱね、お金を稼ぐっていう,う、僕は時代かなとは思いますけどね。もう給料をもらう時代っていうのはもう古いんじゃないかなと。思いますけどね。うん。 古いというか、何ですかね。自分の人生を生きるんであるならば、給料をもらうっていうところは卒業した方が、まあ、間違いなくいいと思います。だって、会社から給料をもらうってことは、その給料を餌にね、縛られるわけじゃないですか。で、会社が辞められない理由って何だと思います会社が辞め、会社をその、今の会社を辞められない理由って、その給料のせいじゃないですか。まあ、給料のせいというかね。 要は、その給料がなくなったら、自分が生活できないっていうところが、まあ、ほぼやめられない原因の大きな一つじゃないですか。いや、来月からどうするのと。次の就職先どうするのと。まあ、あの、なんだ。6ヶ月間の、その、なんか、ね、給食手当みたいな、なんか、な、手当て出るのかな ?6 ヶ月間ぐらいは。まあ、じゃあ、1年後、2年後、3年後どうするのみたいなね。 結局その辞められない理由って多分結構その給料の部分があるんだけど、まあ給料に依存してるってことですよね。自分で稼げないから。でも自分で稼げるようになると、自分でお金の収入のね、そのなんだ、まあ、天、あ、上も天井ないですし、で、自分の時間も増えるし、ネットであるならば。うん。まあ要は今はその選択ができるので、 うん、僕はその選択ができる世の中に今生きているであるならば、その選択をしてもいいんじゃないかなと、思いますけどね。まあね。いや、僕は吉谷さん、会社のために生きてるんです。僕が生まれてきた意味はこの会社を大きくすることです。僕が生まれてこの世に生まれてきたのはこの会社、この、この会社の成長を大きくすることなんです。多分いないと思うんですよね。うん もちろん人柄で社長が好きなんでとかね。まあその社長が好きみたいな感じでついていくっていう。この人についていきますっていう。でもあなたの人生ってその人の人生なんですかっていう。まあ人それぞれの考え方があるんで、一概には言えないんですけど。まあ僕は自分の人生を歩むんだったら自分の人生の道を作って自分で狩りをして、自分の空分をしっかり、か、か、狩り、狩り取れる。 そうやって生きていけるっていう力っていうのは、本当に昔もそうだったと思うんですよね。自分が生きていくために狩りをする。魚を取ってくる。すごくシンプルじゃないですか。<laughs> めちゃくちゃシンプルだと思うんですけど。で、それが今シンプルにできるんで、うん、まあまああとは勉強してやるかやらないかですよね。まあ少なくても、ね。 うん、それを勉強して、ま、もともとマージャン店のおっさんだった久保さんがそれを勉強してね、40歳から始めて、まあ、今普通にね、自分の商品売ってるわけじゃないですか。<laughs> 何なんだっていうことですよね。うん、だから僕はもうやろうと思えばできるんじゃないかなと思いますけどね。で、やろうと思えばできるんじゃないかなと思うんだけども、やれない時期もあったわけじゃないですか。もっと昔に生まれてる人なんかこんなできないですからね、ネットがない時代なんかは特に。 できないですよ、こんな情報発信みたいな。ネット発信できないんで。うんだ今は、その、そもそもできる環境にある、恵まれてるっていうところなんですよね。で、その恵まれてる環境を使う、使わないはあなた自身ですし、あなたがどう生きようかは、それはあなたの選択ですけども、僕は、まあ今こういう環境に、ご時世にいると。だったら使って、自分の人生を楽しんだ方がいいんじゃないかなと思います。自分で、あの、借り、借りで帰れるようになってね。 なんか、おこぼれを、会社からね、おこぼれを、あ、すみません。あの、牛、なんか、羊一頭もらうみたいなね。あ、今月も羊一頭ありがとうございます、みたいなね。<laughs> じゃあ、羊を君にあげる代わりに、今月も頼むよ、みたいなね。<laughs> どうですか。まあ、結論はそんな感じじゃないですか。羊一匹あげるから、ちょっと今月も、ま、頼むよ、働いてくれよ、みたいな。 いや、自分で、あの、牛とかなんか、イノシシとか買って,食って飯食えるようになったわだから僕が、僕がネットビジネス始めた時って、要は飯食える、これ、どんなスキルつければ飯食えるのかな、みたいな。まあ、生きていく上には飯食わないといけないじゃないですか。飯代稼がないといけないんで、じゃあ何で稼ぐと。これからどんなスキルがあった方がいいかな、僕はネットだなと思って。 ネットがなくなることはないと思ったんで、17年前 a d s あの、YahooBB がばらまかれて、ADSL がこう普及し始めた時ですよね。うん。まあ、IT バブルだ、みたいになってた部分もありますけども、まあ、これからネットだなと。ネットでどう稼ぐかはわからんけども、今後ネットが来るだろうし、ネットがなくなることは考えられないと。で、どうやって稼ぐかわからんけど、とりあえずネットか、ネットにしがみつくぞ、みたいな。<laughs> うん。で、今、あれから17年後、みんな、 意識がネットじゃないですか。ずっとスマホ見てるし。なんかもう、リアルにここにいるんだけど、ネットのね、なんか SNS の投稿を見てるのにもう習慣になってますよね。もう意識ネットに行ってるみたいな。だからインターネットと、その、インターネットにもはや意識があるみたいなね。リアルに生きてんだけど、 もうそういう状態。まあね、あの、Facebook は名前変えてメタバースになりましたけど、今後どん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 そのインターネットの仮想空間にね、生きていく、生きていく人が増えていくと思いますよ。まあ今もその、まあゲーム、ゲームにはまる、課金でハマる人もそうじゃないですか。ここでリアルに生きてるんだけど、そのゲームに生きてるんですよ。わかりますゲームの中に自分の世界があるんですよ。だから課金しまくるし。 で、ゲームの中でコミュニティがあってね、ゲームの中で、昔僕もすごいなと思ったのが、なんか親子で、そのゲーム、親子の会話、リアルの会話はないんですよ。で、その親と子供がゲームの中で、もうずっとゲームしてるんですよね、子供と親が。で、そのゲームの中で、今日の夕食どうするみたいな、そのチャットするみたいな。すごい世の中になったな、みたいなね。いや、でもまあそんな感じじゃないですか。ね。 ラインでやり取りするとかもそうじゃないですか。インターネット上のなんかそういうところで、ラインっていうところでこうコミュニケーションするし、まあ E メールでコミュニケーションするし、直接会ってね、対話、会話するより、多分直接話して会話するより、おそらくラインでやり取りする方が長い、あの、多分回数長いだろうし。もう全部インターネットですよ。うん。で、これ、これを手放す。これから、 まこれはもう人間の一部になったなと僕は思いますね。うん。まあ、その人間の一部をどう使うかですよね。うん。まあまあ、僕はもうネット一択しかないし、ネットを使いこなしてネットで狩りができる。そう。まあ、昔はリアルで狩りをね、こうしてたけど、今はネット上で狩りをするみたいな感じですね。モンス、モン、モンスターハンター <laughs>。まあ、ネットで集客して商品を売るみたいな感じですね。自分で。 うん、はい行ってらっしゃい。